最近寒くなってきたなぁ。そうだな。そろそろこたつを出してくる時期になったんだぜ。こたつでみかんを食べるのは最高だな。想像しただけでよだれがじゅるり。みかんって、地方によっては焼いて食べる地域もあるらしいな。私たちの地域ではみかん味噌っていうのが、はやっていたな。みかん味噌。名前からは美味しそうに見えないんだぜ。そういえば、みかんは凍らせると美味しいんだぜ。おお、確かに。そういえば、凍らせたみかんって英語でなんて言うんだっけ。凍らせた。コールドトレードだよなぁ。うわぁ、自然な導入だ。本日は、11月26日22時頃のトレードだ。状況としては、15分足が上昇トレンド発生中からの、大きな下落を示した。しかし、下髭が出ているんだぜ。うむ。1分足を見ると、下髭の部分がチャートに現れているな。あとは1分足の移動平均線が邪魔をせずに上昇に転じてくれればいいのだが、とりあえず1本エントリーしておくか。最近はレッドゾーンが多めなので、ちょっと慎重に行きたいところ。とか言ってる間に、1分足移動平均線を軽く上抜けしてくれたな。いい調子だぞ。なんなら、もう利確してもいいんだが。はや、ヨースキャ的な感じなので。15分足黄色移動平均線が今度は邪魔してきそうだから、利確してもいい気がするが、15分足全体の流れ的には、もう一回高値更新を目指して、失速するイメージだ。だから、黄色移動平均線は上抜けするだろうが。でもやっぱり15分足黄色移動平均線付近で、上昇の勢いが弱くなってきたんだぜ。あ、押し戻された。この押し戻されよう。まさに私のトイレでトイレットペーパーが詰まった時のようだ。ね、流れるかな流れるかな。っていう感じなんだけど、結局戻ってくるのかい。って突っ込みたくなるような感じだ。な、何の話をしているんだ、このゆっくりは。皆さんの気持ちはよくわかります。私もわかっていないので、でも相場で勝つっていうのは、それくらい変人じゃないといけないのかもしれないって最近気がつき始めたのぜ。だって、9割が負けると言われている戦場で、1割に入る人は普通に考えたら普通じゃないのぜ。いや、そんなことはないけどな。私普通だけどな。あ、下落し始めた。簡易的な RX 手法ができ始めているな。あ、この前の動画のコメントで、RX 手法って何？っていうコメントがあったから補足する。私たちの動画の中にある、料理長霊夢のなんたらかんたらっていうタイトルの動画を見てほしいんだぜ。そこに全てが載っている。つまりはそういうことだ。今回は1分足で RX サインっぽいのが出ている。解説動画を見た後に、どこに RX があったのか確認してくれたまえ。さて、もう一回15分足チャレンジをしているわけだが、お、上抜けしたか。上抜けしたということは、そろそろ利確の位置くらい目処はつけておこう。ゴールドは本当に1分足1本分でナイアガラっていうことがあり得るから、とにかく早く早く予想して、対応していくことが重要なんだぜ。むむむ、やはり、15分足黄色移動平均線の抵抗が強いか。こうなると話は変わってくるんだが、今の私の頭の中を解説しよう。現状、15分足の形状からして、もう一度高値を目指しに来る可能性を考えている。それを読んでのロングエントリーだ。しかし、この15分足黄色移動平均線で阻まれるようなら、トレンドは下落に転じた可能性がある。ヘッド&ショルダーが完成したことになるからな。おそらくこのチャートを見ている人は、同じことを考えているだろう。だから、この15分足の黄色移動平均線が非常に強い抵抗になっているんだ。両陣営の思惑がぶつかり合っているわけだな。なるほど。やっぱりさっきよりも上昇の勢いが落ちてきちゃったんだぜ。15分足がこのまま上髭を出して終わると非常にまずいな。あ、上髭出ているんだぜ。これはダメだな。逃げるか。おそらくもう少し保有していてもいいと思うが、この15分足が陰線で終わるようなことがあったら、一旦の目線は下降トレンドになるので、逃げておこうという判断だ。ごちそうさまとりあえず利確で終われたからよしとしようか。それじゃあ収支報告だ。
まあ、今回はあまり大きな理覚ができなかったが、プライスアクションによってマインドを変えるっていう点ではいい動画になったかな。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー。チャンネル登録よろしくね、サラダバー。